ヘイヨーケンツメシです。今日もネクラやっていくんですけども、今日はですね、こちらの神器ですね。今グローバル1位のウェロって方がいるんですよ。神器が超うまい人で、多分まあ大体神器うまい人はこのウェロって人かサンドボックスって人なんですけども、このねラムライダーのマジアチャのこの呪文なしなんですよね。で、雪玉ロリババ言うたらこう、まあ見慣れた神器というか、まあ、あの最近あるラム神器といえばこれって感じなんですけども、自分ちょっと工場派なんですけども、まあ久しぶりにラム使って、まあラムももともと得意なんでね、もともとラムの方が得意なんでラム使いながらやっていこうと思います。多分マジアチャというのがねすごく強くてみたいなところですね、やっていこうと思います。ただね、中型呪文がないと削りが難しいので、まあそこら辺うまくねやっていこうと思います。よろしくと。まずは、なんで呪文がないかっていうと、ラムライダーのダメージが、あれなんだよね、ダメージ入れやすいんで、それが多分ポイントになるんじゃないかなと思います。俺、このエレキのスタンプ好きなんですよね。アイゴルから始めて、で基本この、ケツアイゴル、逆サイユニットから様子を見て、どっちを受けてどうカウンターしようかなって考えるのがおすすめです。26とかが、なるほど、これはインドラこっちですね。で先行してくるんで、マスケがもう美味しい。もしかしたらファイボーないやつかもしんない。そうでもなかったな。どうしようかな、ランバー出してユウのこっち出しましょうか。ファイブ打ってくるかな。オッケー、ダメージ入る。マジアチャも入って美味しいですね。ただここの受けがちょっとだるい。ロリババで後ろ反らす確定。ホグ来るかな。これダメージ強でいいでしょう。オッケー。ホグかなとは思うんですけどね。バルーンもワンチャンか。でもホグだと思うな。インドラ出しといて、逆サイ来たらラムで受ける。わあ、クロスか。バルキリーのクロスか。これはですね、こんな感じで削りつつ、よいしょ。マジで削ります。こんな感じで。ただ、2倍入っていればまだ守れるかな。テスラ出されるとめんどくさいんで、めちゃくちゃ。とりあえずインドラ出してあげて、まあマジアチャ回して、相手ファイボないんかな。なんかなさそうな雰囲気出てるんですけどね。で、マジアチャ高めにしすぎると焼かれるんで、こんな感じで、まずはテスラで処理しつつ、オッケー。テスラがある。ランバー出してあげて、ラムはまだ出せないな。で、おそらく、ここもう一回来るんで、アイゴレしてあげて、テスラが残っ、レイジが残ってるうちに、こうしてあげて、よいしょ。で、両性攻めですね。U の走れ。走らんか。あ、でもこれ美味しい。マジアチが刺さるんで。ダメージは、入れてきますね、これで。で、言うので、消してあげて。あー、鉄がそこか。届くよね。ワンチャンクロス、そこか。あー、どうしようかな。マジアチここでいいかな。なんだろう、自分ロケットかな。なんかロケット的のね、クロスも最近流行ってるので、怖かったりはするんですけど、ここでラム出してあげて、マジアチがすごく強いんで、ここは。延命してあげる感じでいいでしょう。オッケー。で、ラム出してあげて、テスラかな。それ早くね。ああ、オッケー。テスラなくなった。言うのはどう受ける。テスラ切ったんで、ここかな、防衛して。
つなげていきたいですね。ランバー出してあげて、ゴリババ出しておいてあげて、こっちプレッシャーかけつつの広域ので逆、やっぱ両サイに振ることが大事ですね。でこのダメージは許容していいでしょう。 OK OK 入る OK。 あーこれインドラ入ってて欲しかった。まだ全然いけますね。ねマジアトでそろそろフィニッシュ狙ってもいいかなっていう気がする。出してあげて、マジアチャ出してあげて、ロケットか、ロケットか、オッケー。ただそれ消せるんで、多分ここブッパでおしまいかな。終わりにしたい。しっかり逆サイドのプレッシャーかけつつ、このユーノがこうしてる間に入ってほしいダメージ。オッケーオッケーオッケー、ジジ。よしよしよし、クロスに勝ったのはでかいっすね。まあ、ロケット型だと、マジアチャがマジで生き残るんで、マジアチャでテスラを削りつつって感じですね。で、防衛クロスに対しては、ユニットをいっぱい出して、消すしかない。また日本人、バルスさんは、あれだね、ミニペ3重視なんで、リポンがきつい。マジできつい。ワンコンで持っていくか。リポンが本当にきついんで、これ。やばいね。三重視出されたらまずいんだよな、ここでも。エギポン置かれるの待つしかない。あーですよね、来ますよね。ここマジアチャ出してあげて、嫌がらせ、嫌がらせしてあげて、右は多分ね無視でいいんだよね。右無視でよくて、ミニペかアイゴレか、多分ポンプ来るんで、ミニペか。あーそのアイゴレ挟まれると非常にだるいでござるが、うまいな。そのファイスピは無視でいいと思う。でリポンか。これはね仕方ないですね、このエリポンは。まあ防衛で三重視の後を守って後取り返していくしかないので、まあ厳しいっすね。エリポン相手はいかにエリポン置かれた時に落としに行くかがポイントになるので、これね、まあ後ろからでいいかなって気がします。でマジアチャを延命し続けたいですね。三重視来るかな。とりあえず攻めようか。 OK。 マジミニペが強すぎる、やばい。ミニペが強すぎる。ミニペウッドの防御力がやばい。これエリポンもう一個立つでしょう。だよね。でファイスピかアイゴレか。ファイスピだよね。まあ数発入るがしかしって感じだね。いやーきついなこれ。マジアチを出してあげて、多分こっちにミニペとかだと思うんで、ランバーを左しっかり出してあげて、こうディガを出さない状態作ってからですね。でインドラこっち出しておいてあげて、雪玉とあれがやばい。オッケー、守れたんでまだセーフかな。こんなも許容ですよ。でこれを繰り返す感じかなと思うんだけど、雪玉とロリババか、だからかダメージ全然入んなかったな。とにかく延命、とにかく延命。 OK 残った。ただ雪玉とあれで飛ぶんだよね。ここマジアチャで縛りたいけど我慢してあげて、今多分マジアチャ読みでしょうね。あそこ縛りたいんだよな、ここで縛りたいんだよね。ただここマジアチャ後ろ出してあげて、
エリアとかやばい。まあ、GG か。グッドゲームですね。惜しいんだけど、負けたところといえば、エリポンを置かれるかなと思ったところで攻めて守られたとこっすね。どうなんだろうね。エリアだとこっちが取れてたんかな。後ろから慎重に組み立てていいかな。30子は言うて。ただ、エリポンクロスは、正直諦めた方がいいですね。このデッキの場合は。マジでエリポン組みタイミング読むしかない。そこがね、ちょっと中型呪文ない陣技の、まあ難しさで俺が使わない理由ではあるかな。まあこれで上に今グロ1人の人がいるんで、まあ多分その相性は割り切ってやるっていう部分かな。特にその中型呪文があるかないかで全然違うので、そこの好みは自分で選べばいいかなと思います。ただ今の30社勝てなくはなかったっすね。雪玉ロリボーの防衛のあれを舐めてたの。これさ、こう工場バーバリアンじゃなくてラムだとダメージが少ないんでね、まあここのコウモリとか消してくれるのは嬉しいんですけど、なんかプレッシャーとしては甘いんよね。で、これ理想は攻め散らかして言うので、スパーキーを美味しく処理っていうのがポイントなんですけど、やばい。いやーこれ終わったな。ちょごめん。言うのが飛んでったのと、ゴブスパ出されちゃったんで。さあ、コウモリとかなんで、難しいな。あのスパーキー後ろから受けてよかったかな。難しさ募るんですけど、こっちの形の陣技も今強いので、そのグローバル上位にいるんでね、でそこは皆さん次第かなっていう感じはします。一応紹介はしておきますね。ここのねスパーキー受けに何もできないんでね。マスケか、言うの出してあげて、何で受けてくる？ペッカがいる。やばくね？え、待って。ペッカスパーキーゴブジャイ。えぐいな、これ。どうしよう。ここのカウンターでワンチャン持っていくしかないんだけど。延命して。一発で溶かされるよね。で、ここでマジャチャまで溶かされたらやばいんで。で、ここでラム出したいんだけど。多分スパーキー来るんじゃないかな。だよね。分かっててもね、これ逆サイったところでみたいなとこあるんすよ。渋いな。渋み渋み。言うの出してあげて、ただただゴブジャイ出てくるよね。相手のデッキすごいな。ただ、ここはまだいける。ペッカだと思うんで、ここまだ回ってないんじゃないかな、スパーキー。ここを溶かして、ワンチャン。マジャチ頑張れ、お前頑張れ。いやー、ワンチャンあるな、惜しい。これが届かねえ。ここでファイバーが欲しい。ここでファイバーが欲しいんですよね。まあ、GG だね。てな感じで、惜しいとこまで行く試合が多いんだけど、まあ、ちょっと難しい。35座れてもった。なかなか相手のデッキすごかったね。そうだね。これで言うと、こういうクロスは相性良さげ、これは悪い、これは多分勝てる、これも勝てる、まあ、これも勝てるんだけど、まあ、動画内で良かったですね。エリポン30子は、勝てるけどきつめ。あの立ち回りがしっかりしないとダメなんで、エリポンクラスは無理で、これスパーキー系も苦しいかな。勝つとしたらさっきみたいな、こうスパーキーが回らないタイミングでのカウンターになるのかなっていう気はします。じゃあラスト一戦いきますか。なんかちょうどいいのかないかな。ペッカ工場とかそこら辺が来てくれたらまだ参考になるかな。あのね、スパーキーとエリポンとクロスが、まあ、陣技はきついかな。よく何に強くて何に弱いんですかって言われるんだけど、そこら辺かなと一応思う。あとはね、ラバホリもね、ワンチャン持ってかれる時があるね。で、このデッキ、ラバクロに強そうに見えて、100% 勝てるわけではないんだよね。そこもね、マジアチャの使い方になると思うんですけど、ハンター。もうこれだけ見たらゴブジェイスパーキーかなって思っちゃうんだけどね。
三重種もワンチャンやな、ロイホグの。ゴブジャイスパーキーじゃね。ゴブジャイスパーキーな気がする。これも竹取っていいよ。ゴブジャイスパーキーではなさそうだな。今のロリバーはミスなんですけど、マジアチャ残るかなと思っていいかなと思ったんですけど、あれだったね、あいつにやられた、ポイズン打たれたんで、結局悲しいことになったよね。ハンタージャイ、タゲ取らせてからロリババやんないと悲しいことになります。でラム出してあげてダックプリが出てくるかな。多分これ溶かしてくれるんで詰めていい。いやー強い、ロリババ言うて強いな。で今プリンスがいるんだよね、相手プリンスがいて、後ろから組むが安定かなと思うんだけど、ポイズン使わせてあげたら美味しいんで、マジアチャ出しとこうか。でインフェルノドラゴンはこっち、でユーノ出してあげて、ここはメガゴン竹取りしつつハンターを消す。消えなかったですね。ここ許容でいいよ、許容でよくて、でロリババ来るんでここ消してあげて、あとメガぐらいじゃね。 OKOK、 GG。 まあこんな感じで、こういう感じの相手には勝てる。まあ通常はプリンスも結構苦しい分類に入るんですけど、ペッカとかね、なんだけど、まあ今みたいな感じでこうインドラ連盟とかこうやってあげて、相手の何で受けてくるかを先読みして、こう潰していくと、まあ勝つことができますね。よかったらこの神器使ってみてください。多分ラムライダーの方が得意って方もいると思うんですけど、まあ使った感想はやっぱ工場でいいかな。今は俺ちょっと工場型を練習したいかなって気はします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様、バイバイ。